ティムス・コルドは、スウェーデンのミュージシャン、プロデューサー、ギタリスト、ベーシスト。スウェーデンのロックバンドである、ショットガン・メサイアの元、メンバー、アメリカのロックバンドであるマリリン・マンソンの、元プロデューサー及び元、メンバー、ドイツのインダストリアルバンド系 MFDM の、元メンバーである。1966年12月14日、スウェーデンのベスト・ライエータランドで生まれる。家族は、 セミプロのドラマーであった父、母、姉のリンダ。11歳で同級生と共にバンドを結成。ベースギターをカリキスやデビッドボーイなどをカバーし学校で披露していた。大晦日のパーティーにて、後にショットガンメサヤを一緒に結成したギタリストハリー・コーディに出会う。当時から彼らの夢はアメリカのロックスターになることであった。17歳で寄宿学校に入学し、 プロセス工学を勉強、2年後にはアパートを借り軍事機器の製造工場で仕事をしていた。半年5分に徴兵されるが、他の兵が就寝した後ベースギターをシャワー室に持ち込み隠れて練習をしていた。そして週末にはハリー・コーディとリハーサルを重ねていた。19歳でスコルドとハリー・コーディはスウェーデンのレコード会社にデモテープを持ち込み、キングピンを結成した。 キングピン当時の芸名は T.I.M.T.I.M. キングピンを結成後スコルドはメンバーと共に渡米したがサンフランシスコに拠点を置くバンドがキングピンと同じバンド名を持っていたためキングピンからショットガンメサイアへとバンド名を変更ウェルカムツーバップシティをリミックスしスウェーデン国外向けのアルバムとして発売したしかしボーカルを務めていたジニー J さんが発売後脱退 スコルドはコーディの提案を受け本名であるティム・スコルドへと名前を変え、ボーカルに転身し、ベーシストにはボビー・ラインコーンを迎え入れた。その後発売したセカンドアルバムセカンド・カミングはショットガン・メサイアで最も評価されたアルバムとなったが、スコルドとコーディ以外の二人のメンバーが脱退してしまったため、スウェーデンへ再び戻り、インダストリアルメタルを取り入れた。 サードアルバムバイオレントニューブリードを発表した。しかしながら評価は別れセールスは思わしくなく、スコルドとコーディはショットガンメサイヤを解散した。ショットガンメサイヤの解散後、スコルドは自身のソロプロジェクト SKLD を立ち上げた。ショットガンメサイヤ時代はコーディが主に作曲を手がけていたが、このプロジェクトではスコルド自身が作詞、作曲、 すべての楽器の演奏を行い、カナダのプロデューサーミックスエンジニアである、スコット・ハンフリーと共同で、ファーストアルバム、スコルドを発売した。このアルバムのいくつかの曲は、ユニバーサル・ソルジャー、ザ・リターニア・ディスタービング・ビヘイビアという映画、ツイステッド・メタル4というゲームで使用された。 2002年頃にはセルフタイトルアルバムの制作に取りかかるがデモ音源やアートワークなどがツアーバスから盗まれインターネット上に流出してしまい発売を断念したソロ活動の後ドイツのインダストリアルバンドである KMFDM の97年のアルバムシンボルズに自身の曲をリミックスして提供し参加1999年のアルバムアディオスにて 正式メンバーとなる。KMFDM の創始者でもあるサシャ・コニエツことの共同ボーカル、共同作詞、ベーシスト、プログラミングなどをこなした。1999年に KMFDM は活動を休止させ、翌年に女性ボーカリストであるルチア・シファレリを交えて MDFMK を結成し活動再開する。ユーロポップやトランス。 エレクトロニカなどを取り入れた未来的なサウンドで作り上げたアルバム MDFMK ではスコルド自身を含むメンバー3人全員がボーカルを担当した。2002年には3人は MDFMK の名前を KMFDM に戻し、レイモンド・ワッツと共にアルバムアタックをリリースしたが、スコルドは KMFDM から離れた。2000年12月13日には、 ファスタープシーキャットのボーカリストテーメイダウンのプロジェクトであるニューリーデーズのショーにゲストとして参加した。また、2001年にはスキニーパピーのボーカリストであるニベック・オーガを中心とするプロジェクト、オガーのツアーにサポートメンバーとして参加した。2001年のマリリン・マンソンのシングルテインテッド、ラブからプロデューサーとなり、映画版バイオハザードに曲を提供した。 KMFDM から離れた2002年には、マリリン・マンソンのベーシストであった、トゥイーギ・ラミレズの脱退を受け、ベーシスト兼プロデューサーとして、正式に、マリリン・マンソンに加入。加入後に発売した、アルバム、ザ・ゴールデン・エイジ・オブ・グロテスクでは、ギター・キーボード・アコーディオンやシンセサイザーを演奏、またアートワークやエレクトロニクス、プログラミングドラムなど作成、編集した。 2004年にリードギターであったジョンゴが脱退したのを受け、ベーシストからギタリストへと転向した。そして、デペッシュモードのパーソナル野草をカバーし、リリース、スコルドがバックコーラスも担当した。この曲は、ベストアルバム、e スト・ウィ・フォーゲットに収録された。2006年10月には、3D 版、ナイトメア・ビフォ i クリスマスの公開に合わせて、This is Halloween をカバーし、 ナイトメアービフォアクリスマスのサウンドトラックに収録された。2007年6月5日にはアルバム Eat Me, Drink Me をリリースした。しかしながら2008年1月9日にはマリリン・マンソンはマイスプイスのページにおいてスコルドがマリリン・マンソンを離れ元ベーシストであるトゥイーギ・ラミレズが再加入することを発表。マリリン・マンソン脱退後の2009年 ドクトルミッドナイトザマーシーカルトというスーパーグループを結成し、シングルをリリースした。2011年には、アイデクレア、トゥリーズンというアルバムをリリースした。アメリカのメタルコアバンドモーションレスインホワイトのファーストアルバム、クリーチャーズのリーシュー版ボーナストラックマリーブス、マレフィサーベムを提供。2012年に発表した、セカンドアルバム、 インファマスにプロデューサーとして参加しスコルドも曲を5曲提供した。サードアルバムリーニャカーネイトのフィナールディクトムフィーチャリングティムスコルドでゲスト参加した。2009年には KMFDM のサシャコニネースこと共同でスコルド VSKMFDM を発表した。また KMFDM のアルバムブリッツに再びプログラマーとして参加。 さらにリミックスも提供した。2009年11月3日にはソロシングルとして I Will Not Forget, A Dark Star, Barets r i c o c h をリリースし iTunes や Amazon で発売された。また、2010年の初めには新しいアルバムをリリースすると公式ウェブサイト上で発表したがリリースされず、翌年の2011年5月10日にアルバム Anomy をリリースした。 2014年3月17日には新しいアルバムのリリースを発表したが、このリリースは予期せぬ問題によってキャンセルされ、予約販売については返金された。ありがとうございます。